どうもこんにちは。どうもこんにちは。今日はいつもお世話になっている花くんに美味しいスープカレーをちょっとね、はい、ごちそうしよう思って。ありがとうございます。大町のね、オフテンさん、はい、オフテンさん、うん、今日ここで、はい、お昼ご飯を食べましょう。ここもずっと気になってました。オフテンさん、こんにちは。こんにちは。さあ、ほんと今日何しようか。あ、結構種類ありますね。チキン野菜、しめじチキン、あ、シーフードとかハンバーグもあるんですね。そうだ、いろいろあるかな。けどやっぱ一番上の定番の僕はチキン野菜にします。これよ、辛さ。なるほどなるほど、うん、まだマックスがあるから。今これ書いてある100がマックスになってる。いや違う違う、まだこれも10倍まであるから。1000があるんですね。あ、そう、1000。うん。けどそうだな、僕はこの前がこうだったから次は30ぐらいにしとこうかな、はい、あ、ケンさんは30ですね、うん、君は若いんだから、はい、いやチャレンジだな、ね、ちょっと言うか、まあ、はい、1000いってみたら。けど、わかりました。大丈夫かな。チャイつけてくれるか。あ、このですか、うん、そうですね、スパイスカレーとチャイ、スープカレーとチャイの店って書いてあったから、うん、1000、せっかくなんで、やっぱ、そうだね、動画だから1000。じゃあ、はい、ということで。来ましたね。美味しそうですよ。めちゃくちゃ美味しそう、スープカレー。見てください。これが30から。30からのチキン野菜。これ100から。これがマックス。違いますね。僕目が悪いから一緒に見えるもん。本当ですか。結構違いますよ。やっぱ段階的に。あ、美味しいです。それに含めて、線からは9はやめてくださいみたいな。そうですね、段階的に言ったらお店の良さかそうですよね、うん、ほんまにこれ、ちょっとコメントしてないですけど、このホロホロ具合がやっぱさっき言われた調理をすごいね、こう、あー、これがね、一回こっち逃げていい？逃げる。美味しくないか。リタイアいるときにさ、うん。こうなんかその香辛料を楽しむような感じですね。香辛料ってこの、ね、素材のね、旨味を。冷めてるんですけど、逆に甘くなってきてる。あ、じゃあいい。いい、じゃあ。お願いします。いや、行きますよ。けどね、慣れてきたら、ちょっと旨味も感じるようになってます。それ結構ね、やっぱスープがお腹に溜まってきますね。うん、じゃがいもいきますよ。結構辛いし、お腹にも結構いっぱいになりますね。最後にいただきます。
あ、スープちょっと残ってます。もう勘弁してください。勘弁してください。もう本当に勘弁してください。あ、ちょっと引っ張って。ゲヘレさん鬼だな。ほんまに。いきます。ごちそうさまでした。30辛は、はいはい、前10辛で、これ水入ってますな。いる？水持たすな、ここまで。30辛は、はい、旨味があったよ。100辛も。ケンさん、前10辛から、今日30辛だから、ステップアップ。ステップアップする。うん、次はじゃあ70ぐらいいけますね。まあ50じゃん。50。お？確かに30辛と100辛はどうでしたか？100辛は、はい、100辛は味わい味わいました。うん、そうですね、1000辛まで行くとちょっとね、今日は特別に、まあ、出すのがあったんですけど、結構上級者向けですね、やっぱり。あ、ちょっとあれは無理だな。上級者の中でも上級者のなかなかあそこまで、なんだろうな、堪能というか、享受できる人は少ないんじゃないかな。苦労されたら、矢野鬼なんです。はいはいはい。矢野ちゃんは2000からだった。2000からもすごいっすね。我々の負けじゃ。はい。参りました。参りました。